days without water along the sun-soaked road. We crossed overboard. はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。初めての JAL の桜ラウンジに来ました。ここはなんとビール飲み放題です。九州ですね。初の宮崎。2人とも初めて行きます。はい。で、ちょっと出発まで時間があるんで、うん、ちょっと腹ごしらえを。そう。なんかくちゃくちゃ。おにぎりとこのヒレカツサンド。このおにぎりめっちゃ美味しいんだよね。めっちゃ美味しい。握り方すごくない？うん。うまっ。マジでうまいよね。うん。はい、着きました。宮崎ブーケンビリア空港っていうね、名前だね。南国感があるわ。うん、本当だね。沖縄とはまた違う南国感。宮崎空港は電車が通ってるんで、空港から宮崎駅までだいたい15分ぐらいかな、電車乗って市外に行きたいと思います。はい、行ってきます。行ってきます。すごい。大行列です。名前書いて50分ぐらいだ。ここまで来ました。今日は初日から自撮りで酒ガバガバ飲みます。手羽焼き食べたかった。めっちゃ美味しそう。手羽焼き売り切れ。キュウリついてきた。面白いね。宮崎食べ始めます。やばい、旅行だ。いいです。美味しい。たまらない。やばい、自撮り最高。早く食べたい。はい。お、来た。すごい。すげえ。なんかちょっとまださ、赤いくらい。匂いがすごい。バラしてもらいました。もうちょっと赤いよね、うん、ファースト自撮りアタック。バッカうまい。え、そうね、どういう味。すごいこう、炭火の香りが。え、食べたい。美味しい。バケモンじゃね。ありがとうございました。これお酒なんだ。やばいよ。わー、めっちゃ美味しいね。やばい、これうまっ。めちゃくちゃうまい。マッカヘンピーヤマナブ、マジでお酒に合う。食感やばくね。おいしい。まあ、なんなん、めっちゃおいしそう。酒案件がいる。やばいな。やばくね、食感。おもろすぎて笑ってましたね。骨付きで頼んでみた。食べづらいだけじゃないの。骨付きでかぶりつくのが本来のあれらしい。
ネギバラシ。すごいね。マジ。ネギバラシやばい。マジ。これ学ぶ案件でしょ絶対。宮崎やべえ。やばい。広島とデッドヒート。初日からえぐい。俺らを魅了してくる。惑わしてくるな。これ元祖の店違うわ。幸先いいな宮崎。初日はここに来ることが目的だったから。そうだね。もう来れた時点で達成だよ。ね。絶対うまいじゃん。ちょっとすいませんね。ちょっと分かる分かる。こんな幸せなことある？やばい、おいしい？あれで開いてんだ。開けもう。幸せそうだなこいつ。ご飯にもめちゃくちゃ合うね。うん。止まってない止まってない止まってない。米めちゃくちゃ進んでんだけど、米の後にビール流し込んでるもん。ないよこれは。いい件すぎる。ちょっと魅力度ランキング高すぎる。だからこのネギバラシがめちゃくちゃ好きです。来たら絶対飲むと思う。ありがとうございます。すいません。今回はバラさずに桃を頼みました。バラさないのもね、いいらしいよ。一本そのまんま骨についたまんま桃が来た。切り方面白い。どういうことになってんのこれ。うわかわいい。こっちの方がなんか嬉しい。まあでもそうだよね、嬉しさがあることに。いただきます。こっちの方がでも口いっぱいに頬張れるから美味しいかもしれない。そうだよね。美味しそう。うまい。酒の締めにパフェ食べるの初めてだね。初めてだけど締めパフェってあるらしいね。超楽しみ。しかもフルーツ王の。あ、嬉しい。嬉しい。嬉しい。うわ、贅沢。締めパフェ。うまい？宮崎マンゴーやで。この生クリームめちゃくちゃうまいのと、うわフルーツがえぐい。やばい、マジで美味しそう。アネックスすごっ。超贅沢じゃん。いろいろ乗ってんね。柿とぶどうと梨が乗ってんの。今作んな。行っていい？行ってみて。生クリームめっちゃ美味しいね。めっちゃうまいよね、生クリーム、うん、でもフルーツ変わんなくない？そう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 。しかもコーンフレークでかさ増ししてないからね。え？嘘でしょ。ファミリーレストランでこの辺ぐらいまでコーンフレーク、もう果物バー入ってるね。うまっ。一瞬で食べちゃいそう。締めパフェいいですな。ちょっと今までのパフェでは一番うまいわ、間違いなく。フルーツだわ、パフェのうまさって。やばいね。口の中見せんな。だめな。なんで？え、なに？だ。だ。今のブリンブリンブリンいうやつ。